誕生日おめでとう。ユキはもう18歳になったんだな。早いな。今日は何するんだ？受験勉強。偉いな。誕生日まで勉強するか。でも、ユキ、この辺の大学受けるんだろう？ユキの成績だったら、もうあんま勉強しなくても受かるんじゃないか？それでも勉強するか。偉いな。外、すごい吹雪だな。父さんも仕事がなしになったよ。ユキは自分の名前の由来って知ってるか？ユキが生まれた日はね、ハラハラと積もるほどでもないくらいの雪が降っていてね、なんかそれが父さんと母さんの間に降りてきた子供って感じがして、それでユキって名付けたんだ。でまあ名前ってのは一生続くご縁なんだろうね。それからユキの誕生日には毎年雪が降ってね、1歳の誕生日10センチ、2歳の誕生日20センチ、3歳の誕生日30センチ、4歳の誕生日40センチ、5歳の誕生日50センチ。この辺で父さんと母さんは法則性を理解した。6歳60センチ、7歳70センチ、8歳80センチ。この辺りから青森県がざわつき始めたろ。毎年同じ日に降るなーって。9歳90センチ、10歳100センチ。この辺りからお前の誕生日学校ないだろ。で11歳110、12歳120、トン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 と来て、今年18歳で180センチ。30年ぶりだそうだ。すごいな。そりゃ父さんの仕事もなくなるよな。でなんだけどさ、ユキ、お前本当に春からこの辺の大学に行くのか？東京に行く気はないか？東京に出ないか？ぜひあのユキ、ユキがこの辺の大学に行った場合、あと4回 X デーが来るから、東京に行ってみないか？ぜひあのユキ、なんでこの辺の大学に行きたい？うん、そうか、地元が好きか。なおさら行かないか。なおさら被害が出てるからさ、ユキ自覚しよう、自分が振らせてると。ユキ、お前はな、仮に誕生日の積雪量を Y、 年齢を X とするとき、 Y=10X、 一次関数単調増加で右上がりのグラフを描く究極の雪女なんだよ。もう減ることがないんだよ、ずっと増えてくんだよ。東京に行け。ユキ、こと青森県において親が娘に東京に行けっていうの珍しいぞ。それだけのことが起こってるんだぞ、ユキ。そして俺は今まで黙っていたんだけれど、実はユキが究極の雪女であることはもう割と県内で広く知られているんだ。だからお前の誕生日には毎年うちに娘を東京へ出せという署名が届くんだ。これ見てくれ、この署名な。そしてその署名の一番上、代表者の氏名見てみ。
三村慎吾、青森県知事なんだよ。あの、県知事ってあんま出てけって言わないからな。それだけのことが起こってるってことだから。ユキ、どうだ、東京に行く気はないか。仙台なら行ってもいい。そうか、父さんはいいと思うけど、仙台のおばさんが反対するだろうな。